人間好きの皆さん、おはようございます。おんちゃんでございます。パキプス発根管理がもうすぐ2ヶ月になります。現在の感じ、こんな感じ。ちょっと幹が痩せてきちゃったよね。芽吹きはというと、ものすごく停滞してる。この辺とか、ちょこっと芽吹いてるんだけど、もうなんかね、動きがないのよ、最近。これはどうなんでしょうかね。幹がもうベコベコになってきてるから、一回ちょっと抜いて現状見てみようかなと思うんだよね。どうでしょうか。ちょっと一回根っこ見てみようかな。見てみます。根っこどうなってるんでしょうかね。ちょっと見てみましょうか。これ腐ってたらショックよ。なんかね、株の元気はないよね。株はというと、こんな感じ。腐ってはないね。腐ってはないけど、根はないね。悪くはないかなって感じやけどね。重さもあるし、ちょっとあまりにも動きがないからね。どうなんだろう。こんな感じでした。腐ってはないよね。ね、少し切って水吸わせた方がいいかなと思うから、ちょっと一回切りましょうかね。で、水耕にしようと思います。もう根が見えるように。それがいい。なかなか発根せんね。なんかカルスっぽいのもないもんな。全然根が生えてくる兆候がないもんな。ちょっとカットしよう。カット、ハサミをね、火で炙って。なかなか難しいね、パキプス。本当に。まあ、切り口はそんなに悪くないんだけど、ちょっと皮がね、ちょっとブヨブヨしてるよね。なんか横の根も腐ってる感じはないかな。とりあえずちょっとこれで水耕をします。今から枝はまだ生きてるんだよね。これをちょっと水耕で水をね、吸わせればなんとかなるかもしれない。とりあえずこれで水耕しよう。今度はちょっとこれは厳しそうだぞ。パキプスむずい。で、今回はこれにこうして、もうこのまま水耕しようかなと思って、こうやってね。とりあえずここの内側の入れ物に、外側入れ物入れて、この水をちょっと循環するようにして、水をね、とにかくちょっと吸ってもらうイメージでやっていこうかなと思います。ちょっととりあえず水を入れよう。今ね、水に HB101 を混ぜてます。で、上からチャーッとかけると中にたまるシステムになってるから、これで水を吸ってくれればいいんだけどな。で、このまま溢れさせて、外側の容器自体を、水温を高めてあげればね、全部があったかくなるから、これでいいかな。で、水温計、ヒーターをね、ここに入れとけば、温まるでしょう。ね。いやー、なかなかむずい。パキプス。この難しさがね、人を魅了するんだろうね。で、HB101 をもう吹きかけまくると。ね。こんな感じで、どうでしょうか。変化がね、あったら、また動画にしますからね。また頑張るよ、これから。終わったわけじゃないからね。はい。というところで、パキプス2ヶ月目で、あんまり変化がないから、さすがにちょっと切ってみましたの動画でした。はい。いや、ちょっとね、リセットという言葉使いたくなかったんだけど、あまりにも動きがなくて痩せてきてるから、ちょっと応急処置やりました。
また動きがあったら、動画で紹介していきますので、どうぞお楽しみに。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。